それは例えばどんな情報が得られるんですか？例えば2000名様の住所とかアドレスが手に入った時に2000通全部 DM を出すとやはりコストもかかりますし、セグメントができておりません。例えば最後に来店された日順にデータを並び替えると、上位のところは今のお客さんですね。でもそれを5分とすると、54321とすると、21の人はもう3年以上来てない人の名前がそこにあるわけですから、その人たちには今回は DM を出さないとか、例えば54、4ってのは2ヶ月来てないわけですから、ちょっと間が置いていますから、このまま放っとくと永遠の離反者になるといけませんので、4の人にはこんなようなメッセージを出しましょう。それでもまだ来ないと3になっちゃうわけですね。3の人はもう赤信号がついてるわけです。その赤信号の人には特別なセールの案内だとか、そんなものをお出しする。これを、レジスターにスキャナーをつけてやれば、最終来店日、最後に来た日にち順に並べるわけですね。すると2000通アドレスがあるから2000通出すのではなくて、今回はこの上位の5点と4点の人400人に DM を出しましょうというと、郵便コストも削減できるわけですね。そんなのがまず一つ。これはフリークエントという横文字があるんですが、フリークエントというものがそんなことがあります。すごく難しそうに感じますけど。そうではなくて、もうレジスターが、もしくはパソコンが全部それを入れといていただきますので、私たちはそのボタンを押すだけでそんな順番が変わるわけです。今のは最終来店日で、お客さんを見つける方法ですけど、次には実はデシリットルという言葉は10分の1っていうことですね。ですからお客さんの売上順に並べて10分の1にする。これを横文字で言うとデシル分析っていうんですけど、デシル1、デシル2、デシル3、デシル4、デシル10まであるわけですね。そうすると上位10%のお客さんはいくら購入されてるか。これはスーパーマーケットで言うと大体平均6万円ですね。エンゲル係数が1世帯8万円ですから、6万円買ってる人はほとんどのものをそのお店で買ってるわけです。例えば近所に住んでる、高齢者の人は、車も運転しませんから、その店で全部買ってるわけですね。次のデシル2という次の、10%の方たちは、お肉の時はあそこに行くと。普段はここで買うけど、ひょっとしたら週末は大きなショッピングモールに行っちゃうけど、普段はここで買うっていうから、2軒で買ってるから6万円というのが3万円っていうふうになるんですね。次の3番目の人は、今度は魚はここで買うよ、お肉はここで買うよ、もしくは週末は GMS 行くよっていうと、3軒を買い回るわけですから、6万円、3万円、2万円、1万5千円、1万2千円って、最後の一番下のデシル10の人は850円っていう数字も出てるわけですね。チラシを撒くと、まあ安売りを目当てにたくさん来てくれますけど、この上位3割、20、80の法則というのがありますけど、スーパーマーケットの場合は30、70の法則っていうのが成り立ってて、上位の今のデシル1、デシル2、デシル3という方たちが70%の売り上げをしていただいてるわけです。あとはチラシを見て、今日はこっちだ、あっちだっていう安いものを買いたい人たちもたくさんいるわけですけど、お店としてはこの上位3割のお客様がよその店に行ってる部分を戻ってきてもらう。そんなのを見るのもデシル分析という、お客様の売り上げを10等分して見てくる、そんなようなプロモーションですね。今はそれをポイントカードといって、ポイントで還元しちゃってるんですけど、これは値引きでしかないですね。多分このデシル1、デシル2、デシル3の
人たちの名前と、が分かってくると、デシル1の人にはお誕生日に誕生日ケーキ用意してますから、ぜひ、取りに来てくださいという DM を出してもいいわけですね。そのようなことをフリークエントショッパーズプログラムといって、有料なお客様に、大切な、広告宣伝費を、還元するというやり方です。ですからさっきは、最終来店日で、示しました。次に今のはデシル分析というもので、お客さんの分析をして、常連客の人にたくさんお礼をする。それは差別ではなくて区別だというふうに、私たちは考えております。最後にもう一つ、商品デシルってやつがあります。お肉、魚、野菜、乾物。そうするとこれをデシルでやると、デシル1の人がたくさん買ってる商品っていうのは、実はその店がその商品が弱いということが見えてきます。それはなぜかというと、その人はそこでしか買わない人ですから、ここのデシル1にたくさん固まってるわけですね。例えばお魚がデシル2、3が少ないということは、よそ行っちゃってるわけですね。ここで本当は買いたいんだけど、だけど商品が、もう一つ納得がいかないので、その日はよそに行っちゃってるわけですから、じゃあその商品を充実する今のスペースに少し余裕を持たせて、例えば魚屋さん、魚久さんという人に来ていただいて、そこでさばいて、棚にパックに入った魚だけじゃなくて、奥さん奥さん、今日はね、タイのいいのが入ってますよ、頭を塩汁にして半身刺身にして、あと塩焼きにしたらどうですか、お買い物してるうちにさばいておきますから、っていうように、弱い商品を見つけるにもこの商品デシルってやつが非常に重要になってくるわけですね。もう一つ商品デシルでよくわかるのは、例えば、こだわりの商品を買ってる人、例えばお醤油でも、こだわったお醤油買ってる人は他のものでもやはりこだわりの商品を探したい人たちですね。もっとわかりやすくお話しすると、高級なワインを飲んでる人には、青カビのチーズがメーカーさんから新製品が出たとすると、もう、アンケートお願いします。青カビのチーズの、とてもいいのが入りましたから、ぜひ、無料で、提供しますので、このクーポンを持って来てください。そしてそのアンケートで、この青カビのチーズは私は買いたいとか、ちょっと私には合わないとかっていうアンケートを取るようなことも、商品デシルということをやってるから、分かるわけですね。そのような最後に来た日にち順で見ることだとか、から売上の上位の人を見つけてその人にたくさん、還元するということだとか、商品別にこう商品を見ていく、まあこの3つは全部レジスターとかパソコンとかからデータを、出してくれますから、それをあとはこうやって、見るだけで、実はそのお客様に対するメールだとか、ダイレクトメールだとか、いろんなものでお知らせができるということが海外ではもう普通のことでされているわけですね。